Hello everyone, I'm Awesome Chieko. Nice to see you again. How are you today? Thank you for watching my video. ということで、今日は私のビデオ第6弾ということで、疑問文と三人称単数現在形を取り上げたいと思っています。このビデオでは、この疑問文が含まれた、洋楽それから三人称単数現在形、まあこれもよくわからない文法ですよね。でも英語の勉強している時って、まあ、なんとなくこう分かってきちゃったっていうのがなんか大切かなって思います。今日もこのビデオを見て楽しんでくださいね。The first song is Who's That Girl?、この曲の旋律は少し悲しい感じの旋律なんですけれども、歌詞を聴いていても自分のいる場所のはずなのになぜか別の女性がということで Who's That Girl? という流れになっています。 It's a little sad songAnd you can find out some interrogatives in this song. Who's that girl? Where is she from? Will she ever be gone? Can't you wear her in a stolen mind? It's not real, it's not right, it's not me, it's not right, but The next song is What Time Is It?、さっきとは変わってですね、今度は長期休みに入るウキウキ気分のそんな曲ですね。どこの国でも長い休みに入るときにはとて もうウキウキ楽しいエキサイティングって感じの気分になりますよね。元気いっぱいのハイスクールミュージカル2の、ムービーにある曲です。 It's a very active, cheerful, exciting song just before the time of the long vacation as everyone feels the same, right?The next song is Uptown Girl、私の大好きなビリー・ジョエル、英語ではビリー・ジョーですけれども、この曲では Backstreet Guy が White Bread World Girl に恋をしてしまう、まあ、階級が違うからこそ憧れてしまうっていうのはよくある話ですよね。映画やドラマでもたくさんある世界だと思います。 It happens a lot to admire someone who is higher in rank than we are.
The next song is Obladi Oblada. 歌詞ではデズモンドとモリーというカップルが結ばれて幸せな家庭を築いていくといったストーリーがコミカルに歌われています。人生はこんな感じで長く続いていきますね。 The song is a kind of comical story of one couple's long life. Jasmine says to Molly, girl, I like your face. And Molly says this as she takes him by the head. Obladi, oblada, life goes on.The last song is The Fox. What does the fox say? この曲、とても楽しい曲なんですけれども、動物などのオノマトペという、まあ、鳴き声とかですよね、そういう違いって、言葉によって違うっていうのはとても面白いですよね。日本語なら豚はブーブーなのに、英語ではオインコインクですし、ヤギなんかはメーメー、日本語ではメーメーなのに、英語ではバーバーなんて言いますけれども、言葉によって感じ方って変わる。これは本当に興味深いことですよね。じゃあキツネはなんて言うんでしょうか。 Do you know what the fox says? I don't know. Does anyone know? Please tell me.皆さん、疑問詞や三人称単数現在形いかがでしたか？こうやって歌の中にちょこちょこ出てくると、なんとなくこう、ああこういう風に使うんだなって分かってくると思います。さて最後にクイズを1問。 Uptown Girl という歌が先ほどありましたけれども、その中に White Bread って出てきました。ではそのブレッドですけど、パン、パンの耳って言いますよね、日本語では。では英語ではなんて言うでしょうか。1番 Bone of bread。 2番 Hair of bread。 3番 Heel of bread。 4番Skin of bread。 はい、皆さんいかがですか？ぜひちょっと調べてみて、はあ、どれかなって考えてみてくださいね。正解はボリューム7でお知らせいたします。では、 See you!